エルモの野草は川の近くに。この辺りを探すか。これがエルモの野草に違いない。多めに取っておくか。よし、これだけあれば足りそうだ。ロドリグに渡すとしよう。クライブ、エルモの野草は見つかったかい？これで足りるか。ああ、十分だ。これで鎮痛薬を作れるよ。頼むぞ、ロドリグ。分かってる、分かってるけど、ごめん、クライブ。やっぱり僕は怖い。ベアラーの刻印には飛竜草の毒が使われてる。猛毒を皮と肉の間に入れて固めることで模様を描くんだ。だから無理に取ろうとすると血と毒が混ざり合って、たちまち全身が毒に侵されてしまう。仮に施術がうまくいったとしても、今度は何日も激しい痛みに苛まれる。人を助けるべき僕たちが人を傷つけ殺めているんだ。それが怖くてたまらない。確かにあの施術による体への負担は大きい。それに施術が成功してもそれで終わるわけじゃない。刻印を取った者は今度は石の剣の一員として外での危険な任務という新たな使命を背負うことになる。それでも志願する者は少なくない。シドの名を継ぐと決めたあの日、俺は刻印を除去する施術を受けた。覚えてるよ。この隠れ家に移り住んだばかりの頃だ。まだろくな設備もなかったし、鎮痛薬だって用意できていなかったからね。それでも受けるっていうクライブをタルヤと必死に止めたっけ。当時刻印を取り除いていたのは石の剣の中でもドリスやコール、わずかな人だけ。違うな、施術を受けて生き残ったのが彼らだけだった。それほど危険だったから。だが俺は心に決めたんだ、シドとして生きること。だからこそその意志を貫くために、新たな拠点で再出発するためにも俺が施術を受けなければならなかった。たとえ失敗して命を失うことになろうとも。クライブ、気をしっかり。死と向き合い乗り越えることで初めてシドの思いや志を継ぐことができる。そう思った。それがクライブの覚悟か。みんな死を覚悟の上で戦っている。人が人として生きられる場所を作ろうと。ロドリグ、お前たちに責任を負わせてしまっているのは理解している。だがどうか連中の覚悟に応えてやってくれ。タルヤと同じことを言うんだね。どんな病でもそれに向き合う仲間たちに応えるんだって。そのために施術に臨むのが医師の務めだって彼女も言ってた。クライブ、
僕も頑張って答えてみるよ。いつかシドやタルヤのような覚悟を持てるように。コール、無事だったか。よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ。ドリスに頼まれてお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ、知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません。ゴブリン族に襲われ、負傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちは。数名は助けられましたが、残りはまだ2場所に。ただこの状況ではもうベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで助けが遅くなって。彼らがどこにいるか教えてくれ。シド、まさか。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろう。わかりました。ここから南に行ったところで荷馬車が立ち往生しています。ベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらくゴブリンたちもまだ。分かった、すぐに向かう。ありがとうございますシド。どうか彼らを。ああ、必ず助け出す。この足さえ動け。あの荷馬車か。
誰だ。助けに来た。怪我はないか。ゴブリンたちに襲われたというのに逃げようとした跡すらないようだが。主もいなくて誰も命令してくれない。あんな化け物を前にどうしろって言うんで。そうか、すまなかった。だがお前たちはもう自由なんだ。生きることも死ぬことも自分で決めることができる。ならその命を俺たちに預けてみないか。シロ、ご無事ですか。ああ、ベアラーたちも。よかった、生きててくれた。彼らがお前たちを守ってくれる。命がけでな。信じていいのか。ああ、安心しろ。シド、あとはお任せください。ベアラーたちは必ず隠れ家まで送り届けます。頼むぞコール。ドリスには俺からも伝えておく。シド、お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちと、どちらも無事にノースリーチを立ったと。すべてあなたのご協力があったからこそ。ありがとうございます。無事でよかったよ。今回のベアラーたちはある奴隷商人に密売されるところでした。密売にかかるベアラーは特にひどい扱いを受けます。だから何としても救いたかった。ですがそのためにコールたちを危険な目に遭わせるなんて。私はベアラーたちを見捨ててでも撤退命令を出すべきだったのでしょうか。そんなの石の剣って言えるんですか、ドリス隊長。無事で何よりだコール。今回はすまなかった。石の剣はベアラー救助の任務を与えられた部隊です。あそこで撤退する決断なんて俺たちじゃない。刻印を取った時にとっくに決めてます。命を懸けてベアラーを助けるって。お前たちの覚悟だったな、コール。たとえ明日死ぬ運命だとしても任務に準じる。すべては人が人として生きられる場所のために。それが私たち石の剣の使命。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。私たちは石の剣はもっと強くなってみせます。あなたのように多くの命を守りたい。ああ、期待してる。こんにちは、クライブ。こちらがあなた宛てに届いた品です。またどうぞ。子供たちがいたずらを覚えて。ジルってば青い顔をしてる。おう、クライブ。トルガルのことで聞きたいことがあったんだ。こいつはどうやってお前のところに？俺が子供の頃、父上が北部遠征に出向いてな。その時、生まれたばかりのトルガルを拾ってきた。付近に群れはいなかったと言っていたから、親とははぐれてしまったんだろう。だとよ。どう思う？語り部。間違いない。トルガルはバリスゼアの北部に生息する兵糧という希少種だ。古文献によれば
兵糧は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち魔法すら操るとされている。フェンリルという呼び名もあるようだな。兵糧フェンリルか。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指していると思われる。シバのドミナントは北部人にしか生まれん。兵糧が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。なら、トルガルの力はジルの影響で？どういうことだ？氷の女王に付き添う。つまり、シバのドミナントであるジルと長らく行動を共にするうちに、兵糧としての力に目覚めた。そして、彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら。確かに、あの力を使ったのは、ジルを助けようとした時だったな。今の話なら合点がいく。それは、おそらく兵糧本来の力。トルガルが、真の能力を得たということだろう。トルガル、すげえじゃねえか。全く驚きだよ。いずれにしても体の方は心配あるまい。さっきもここに来るなり、わしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。いよいよ着工だ。ほら、クライブも立ち会ってくれ。わかった。すぐに行くよ。来たぞ、ミドの工房の完成だ。よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。いい成果が上がればクライブにも教えるから、楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。そろそろフーゴの行方の見当がついただろうか。ビビアンに聞いてみよう。ああ、私もミド先生の主人。次は何を作るんだろう。ミドの工房、後で見に行ってみようか。ビビアン、進捗はどうだ？かんばしくない。フーゴの行方についていくつかの知らせは届いているが、いずれも決定打に欠ける。ロザリス付近での目撃でもあればよいが。そうか、もうしばらくかかりそうだな。お前の考えがまとまるまで待たせてもらおう。ここで待つのか？いけないか？君、世が世なら冷酷無慈悲な暴君になってそうだな。安心しろ、俺が君主になることだけはなかったはずさ。それは頂上だね。クライブ、ちょっと来てくれ。ちっとばかり、厄介な客だ。客だって？世話になったな。旦那ならいつでもどうぞ。
バイロンおじさん。おお、クライブ、お前のおじさんがはるばる会いに来てやったぞ。アルメキアから停戦の申し出があった。いかにすべきか。非を認めたというのであればこちらは断る理由はあるまい。ええ、この島もまだまだ物資が足りていない。ダルメキアからは相応の賠償をいただきましょう。さよう、金はいくらあっても困らぬ。まずは懐で誠意を示してもらおうではないか。無論、かような話ができるのもダルメキアを手玉に取ったオリビエ様の功績。まったくですな。そのお若さで風獄プカと会いたいし、それだけでなく、まさかこれを懐柔なさるとは、誠に感服いたします。聡明なるオリビエ様にクリスタルの加護を。大いなるクリスタルの加護を。加護を。さて、残る問題はダルメキアの軍勢をいつ引かせるかということですが。ディオンが全て焼き払えばよいのだ。どのみち条約締結まで奴らが動くことはない。それまで停戦をちらつかせ、金品を持参させておけばよかろう。受け取ればそこで終わり。後の面倒を見る必要もあるまい。ゲーカ、ディオン殿下がご出陣なされば、敵も風獄プカを出してまいりましょう。もしそうなれば、当然のことながら我々も甚大な被害を。風獄プカは出てこんよ。彼は遠方で戦ごと、急ぎ戻ったところで到底間に合わん。バハムートとタイタンの勝負をこの目で見られんのはいささか残念だがね。民はいかがなさるのです、ゲーカ。万一戦火が広がろうものなら、居住区への被害は甚大に。多少の損害など捨ておけ。人が死ぬと言うなら、また埋めばよい。建屋が燃えるなら、また建てればよい。簡単なことではないか。ディオン。はい、ここに。託せよ。ですか。同じことを言わせる気か。直ちに陣へ戻るがよい。承知いたしました、ゲイカ。
命とあらば直ちに。父上は何をお考えか。して星読みたちは何と。星々の動きに変わりなく、リオン殿下に裏切りの強調ありと。アナベラが正しいようだ。そうか、ディオンめ。どうしておじさんがここに。とにかく桟橋へ降りよう。子供たちがいたずらを。騒がしいわね。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェイドからこの場所を聞いてな。用事のついでに立ち寄った。何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。だったら詳しい事情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか。よかろう。そうだ、おい君、そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万。わしが知っているのはそんなとこだ。なるほど、ポートイゾルド沖に船団か。しかしまさか風獄プカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだ、ビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールド兵の報告にロゼフィールド卿の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。フーゴクプカはテゼイを引き連れカイロからロザリアへと入った。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型帆船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の二枚看板だ。灰の大陸に本拠を置く奴らが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまたカイロでロザリスに入ったとすべきだろう。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり奴が休める居城もある場所。そう、ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールド軍がフーゴクプカを連れ去ったと仮定しよう。ロズフィールド卿の話によればポートイゾルデ沖でフーゴの手勢とおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり
波は高く時間もかかる。果たして重傷を負った風悟に命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。そこに来てウォールードの兵装をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら砂漠を横切ることで海路に比べてかなりの日数を短縮できる。つまり船ではなくそのウォールード兵こそが風獄プカ逃走の本命だ。これが私の考えさ。なるほど、砂漠を渡ったか。確かにポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか士気が低いというか。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかり。ご敬願です、ロズフィールド卿。クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが足取りをつかめるはずだ。ならわしも途中まで同行しよう。ちょうどダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。この辺りで待っていてください。おお殿、早く来てくれよ。ミドの工房作り、シドも手伝ったそうだ。おっと、風悟の行方に見当がついた。これからドレイクファングへ向かう。まさか一人で行くってのか。今回の目的は風悟を撃つことだ。マザークリスタルの破壊じゃない。危なくなればすぐにでも逃げ出すさ。ドレイクファング周辺は風悟の息がかかってる。もし何かあったら砂漠の耳、ルジェナ・ダリミルってやつを探してみろ。それはシドと個人的につながってた協力者だ。ダリミル宿場に住んでること以外は俺も素性を知らない。あいつが死んでやり取りも途絶えちまったが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。心に留めておこう。そういや、ロズフィールド卿はどうすれば。艦隊しようにもうちの隠れ家じゃな。ああ、おじさんは俺と一緒にここを立つ。気にしないでいい。だったらいいけどよ。二人とも留守を頼んだぞ。気をつけてな、クライブ。こちらの支度はできました。おじさん、行きましょう。うん、善は急げだ。出発しよう。道を通るのも久しぶりだな。しばらく行った先に宿場町がある。まずはそこを目指すとしよう。わかりました、おじさん。遺跡の先にダリミル宿場があるんだ。砂漠は迷いやすいからな。あれを目印にするといい。
ずいぶん前に幼いお前を連れてこの道を通ったことがある。確か兄上とドレイクファングの視察に行った時だ。父上と一緒に？さすがに覚えとらんか。ジョシアが生まれる直前だったからな。お前は弟に会いたいばかりに帰り道はずいぶん気もそぞろで、一人急いだ挙句に馬から落っこちをしてな。泣き叫ぶクライブを見てあたふたする兄上はそりゃ見ものだったよ。
近頃ダリミルで見る兵士は。おい、ロザリアの件聞いたか？来たぞ。あれがダリミル宿場だ。やれやれ、暑さで喉がカラカラだわい。少し涼んでいくとしよう。確かに軍用のチョコボだ。兵士どもは旗子で一休みといったところか。軽く探ってみよう。お前がいると目立つな、トルガル。少し待ってておくれ。いらっしゃい、食事。俺の相棒が腹が減ったとうるさくてね。おすすめは何だい？そうね、軽いものでよければチョコボ肉とひよこ豆のスープは評判だよ。じゃあそれとエールを。どうも。おい姉ちゃん。はいはい。お前の相棒、従者よりはマシでしょ。ジョシア様、やはりこのまま旅をお続けになるのは危険です。一度どこかで体調を整えられた方が良いのでは。いや、このまま向かう。ルサージュ卿が前線に出ている。今が好機なんだ。これを逃せば難しくなる。何としても彼と話をしたいからね。分かってくれるかい？ええ、では、せめて薬をお飲みになってください。水をもらってきましょう。
こんな砂漠まで警備せにゃならんとは。お客さんは無事にドレイクファングに着いたんだ。それでいいじゃねえか。しかし騎士長殿はなんでここまで奴に肩入れするかね。いくらドミナントとはいえ、あんな間抜けな奴によ。風獄プカのことだぞ。こいつを食べたら先を急ごう。おい、そこの。おじさん。すまん。立てますか、ジョシュア様。どうした。面倒なことが起きそうです。あんたら旅の人かい。実は俺たちもなんだよ。どうもこの辺りに不慣れでね。ちょっと案内してくれないか。すまない、この後カンベルに向かう予定なんだ。なーに、そんなに時間は取らせないから安心しな。暗くなっちゃダメだぜ。なあ、やれやれ、こっちも急いでるんだが。おじさんは影に。わかった。こいつらを締め上げるぞ。騒がせたな。ところでお嬢さん、あのスープだがな、血と塩が足りんぞ。今のうちに。ジョシュア様。構うな。
クライブ。一体どうした？いえ、何も。行きましょう。これでわしらの目的地がはっきりしたというわけだ。ええ、フーゴ・クプカはドレイク・ファングに。やつら主人の緊急事態に当然の対応とはいえ、こいつは参った。あの南門を越えねばドレイク・ファングにはたどり着けんぞ。なんとかしなければ。わしらもこれ以上は目立つわけにはいかんしな。砂漠の耳ルジェナ・ダリミル、その御人から力を借りましょう。お前が聞いたという素性の知れぬ協力者か。だがどうする、名前以外はわからんのだろう。探すしかありませんね。これまで会ってきた先代指導の協力者は皆その町の実力者で、めぼしい家業を持っていました。ルジェナ・ダリミルも同様かもしれません。となるとこの町で顔の利く商売人を探すのは早そうだ。この辺りから聞き込みをしてみましょう。見てってちょうだい。お目が高いね。毎度あり。どうぞごひいきに。ベアラーのくせにタバコに。何か用かい、旅人さん。わしから話そう。わしは貿易商でな、この町で新たな取引を始めたい。ここで顔の利く商売人とよしみを結びたいのだが、どこへ行けば会えるかね。そうだな、ダルミルは浴場と交易、それから火事が有名だ。その大棚の主人なら相応に顔が利くだろうさ。なるほど、行ってみよう。ちなみにルジェナ・ダリミルという御人をご存知か。いや、聞いたことないね。そうか、ありがとう。イサールの野菜が千切れだと。ねえ、ヒロトカさん、こっちでいいことしない？あなたの体、たまらないわ。ねえ、うちに乗ってってよ。ムーモ様の御用達。香やろうそくも上等の品だよ。これじゃ、ドレイクファングに戻れねえぞ。とはいえ、緊急事態だなんだって、採掘作業も中止されてるからな。
んだい、忙しいんだが。時間は取らせない。人を探している。ルジェナ・ダリミルと呼ばれる人物を知らないか。誰だいそりゃ、聞いたこともないね。そうか、ならこの町で一番羽振りのいい店を教えてくれ。取引がしたいんだ。となると茨の接吻って鍛冶屋だな。あそこは職人の腕がいい。店主もまだ若いのになかなかのやり手だよ。茨の接吻だな、覚えておこう。町の実力者となればそれなりの年だろ。若い店主というのは違うかもしれんな。よし、それなら古参の商人で探ってみるとしよう。なんだね。ルジェナ・ダリミルという人物を知らないか。この町に長く根を下ろした古参の商人だと思うのだが。だったらフェルダに聞いてみな。あいつはこの町に長く住んでる。古い商人たちをよく知ってるだろうさ。多分浴場のあたりにいるよ。ありがとう、尋ねてみよう。クライブ、うまくいったな。ええ、ではフェルダという人に話を聞いてみましょう。釣り道路はいかが。ダルメキアの伝統品だ。あんたがフェルダか。少し話を聞きたい。旅人さんが俺に何の用だ。この町に長く住んでいるらしいな。ルジェナ・ダリミルを知らないか。古参の商人だと思うんだが。砂漠の耳を。何のために探してる。恩人のチキでね、協力を仰ぎたいと思っている。いいだろう、召喚に行きな。引き合わせてやるよ。今度はうまくいきすぎだ。少し警戒した方が良さそうですね。貴様らだな、こそこそと嗅ぎ回ってるのは。何のことだ。とぼけるな。構わねえ、やっちまえ。誰の指示で俺たちを襲った。俺たちの頭だよ。あんたを試せって。さすがにお前たちでは歯が立たんか。先生、お前は先ほどの戦いぶりを確かめさせてもらった。シド、大した腕前だ。俺のことを。それでどうするつもりだ。役人にでも突き出すか。いや、それは俺が判断することじゃない。俺たちの仕事はここまでだ。おい、ルジェナ・ダリミルにルボルに会わせてやれ。わかりました。余暇の広場まで来てくれ。
行きましょう、おじさん。じっくり焼かせた子供天にも昇るいい香り。さあ、最高。この店はウボルが営んでる茨の接吻だ。確か若い店主という話だったが、すまんクライブ、わしの勝手な思い込みだ。ルジェナ・ダリミルはいい年とばかり。いえ、そう勘違いしても仕方ありません。シドとやり取りしていたのも何年も前ですから。ただルボルという人物が何歳であろうと、それなりの態度で臨むだけです。失礼のないようにな。ルボル、シドたちを連れてきたぜ。この町の協力者を探してんだってな、二代目シドさん。詮索はなしだ。門を越えるのに手を借りたい。あんた、商いで一番大事なものを知ってるかい？信用さ。これがなきゃ話にならん。パン屋のデッチでも知ってるよ。つまり俺はあんたを信用できない。だからあんたに協力もしない。当然だ。得体の知れない奴のためにわざわざ俺は危ない橋は渡らねえ。お人よしじゃないんだ、わかる？他の方法を探した方が早い。言っとくけど、バンペイどもはみんな気が立ってるぜ。酒場でよその兵士と一悶着を起こすようなおっかない奴らを、あいつらがすんなり通すかな。こいつならどうすれば俺を信用する？ふん、愚直な奴は商いに向いてるって言うけど、あんたはどうだろう？信用の次に大事なのは奉仕の心だ。さて二代目、俺の信用が欲しいならちょっくら働いてもらおう。やるか？わかった、いいだろう。こんな小僧の言葉を真に受けるのか。何か意図があるのでしょう。シドの協力者ならそう仕向けてきてもおかしくない。彼が本当にルジェナ・ダリミルだったらの話ですが。言うじゃないか二代目。ガキだからって相手を侮らないのは褒めてやるよ。それじゃ早速働いてもらおうか。今この町が抱える厄介事を解決しろ。これが俺からの仕事内容だ。無事に片付ければ何でも力になってやる。おい、いくらなんでも大雑把すぎるだろう。手がかりが欲しいならコビくらい売ったらどうだい、じいさん。なんだと？そうだな、一つだけ教えてやろう。クリスタル、俺に言えるのはここまでだ。頼んだぜ、お二人さん。生意気な小僧め、見とれ、意地でも解決してくれる。よし、クライブ、二手に分かれて探るぞ。ええ、分かりました。ひとまずクリスタルについて聞き込みだな。
クリスタルについて聞きたいことがあるんだが。あんたも聞いたのか？何をだ？横流しの話さ。近頃急に配給が減っちまっただろ。あれはクリスタルが横流しされてるせいじゃないかって噂になってるんだよ。ただ調べようにも流れが追えないらしくてな。一体誰がどこへ流してるんだか。少しいいか。なんだい。この町には初めて来たが、よそと違って景気がいいな。何か理由でも。ああ、ここはドレイクファングの最寄りの町でね。マザークリスタルの警備やクリスタルの出荷で軍の人たちも出入りしてて、よく金を落としてくれるんだ。特にフーゴ様のところの兵隊は太っ腹で助かってるよ。そうだったのか。ありがとう。忙しいところ邪魔をしたな。もらっちまっていいのか。とびきりいい肉だよ。ほんと、ふと客。なに、あなたもフーゴ様の兵隊さん？いや、違うが。だったら予想当たって。私、あの人たちしかお客に取らないの。何か取り決めでもあるのか。そんなの、気前がいいからに決まってるじゃない。特に最近は金回りが良くて派手に遊んでくれるし、あんな太客逃がすバカいないわよ。ほら、もうあっち行って。さて、聞き込みはこんなところだ。一度おじさんと話したいが、どこに行ったか。さっきの酒場に戻ってみるか。最高、最高級の。酒場からすごい音がしたが。あんた、うちで暴れてった客じゃない。今度は何の用？これ以上の面倒はやめてよね。連れを探してるだけだ。見かけなかったか。ああ、あのお金持ちのおじさんならさっきそこの階段上がっていったけど。そうか、ありがとう。あれは。手付金だが、これでどうかね。おい、そりゃ黒真珠じゃないか。この程度で驚かんでくれ。わしと取引するならそちらの言い値を出そう。わかった。旦那を歓迎しよう。取引場所は。おじさんは何を。おじさん、今のは。ああ、撒いた餌に獲物がかかった。お前と別れた後、そこらの商人に片っ端からクリスタルを売ってくれと持ちかけてな。当然クリスタルの売買は禁止されておる。ドイツにも当たり前に断られたが、それを見ていた今の兵士が声をかけてきたのだ。金さえ払えば純度の高いクリスタルを用立ててくれるらしい。それで黒真珠。なんだ、見ておったか。たかが50万ギル、賄賂にしては安いものよ。おかげでたちまち取引に招待されたわ。してお前の方は何かつかめたか。近頃クリスタルの配給が減り、その裏には横流しの噂があるようです。一方でフーゴの士兵たちの金回りが良くなったという話も。
おじさんに取引を持ちかけた兵士を見るに、奴らが横流しで利益を得ているのかもしれません。どうやら当たりを引いたようだな。おじさん、取引場所へ向かいましょう。ルボルが言っていたのはおそらくこの件だ。おお、殿、任せておけ、クライブ。待っておれ、小僧め。ロザリア七家族をなめたこと、後悔させてやるぞ。取引場所は南ベルクロイ砂漠の一角、人目につかないところだ。都合が悪ければ相手を始末できるか。クライブ、荒事になったら加勢を頼むぞ。もちろんです。ウーゴの手下でもめる。金に任せて。って、イサールの野菜が千ギルだと。壺に皿。ウーゴ様の兵隊さん、じっくり焼かせたての。匂いを嗅いでみな。慎重にな。叩き逃してくれ。それじゃ、行ってくる。よく来てくれた、旦那。早速だが、手持ちはいかほどで？金貨と宝石がいくらか。必要なら中を改めろ。こりゃ500万ギルはくだらないぞ。
いいねを出すと言っただろう。さっさとクリスタルを見せてもらえんかね。こっちにたんまりと用意してある。確かに純度の高いクリスタルだな。しかしクリスタルの売買は足がつくと厄介だ。そのあたりの保証はあるのかね。ああ、それは問題ない。これはもうダルメキアのクリスタルじゃないからな。あちらさんのものだ。売りさばくのは我々だ、御仁。心配せずとも足はつかん。クリスタルは責任を持って指定された港まで輸送しよう。あなたはただ金を払うだけでいい。なるほど。ウォールド王国とは。もともとドレイクファングで取れたクリスタルの一部は同盟国であるウォールードに輸出されてる。俺たちはそいつをちょいとばかり多くしただけ。たまたまここで取引が行われただけで、他国のクリスタルのことまでは調べようがないってわけさ。そういうことらしい。聞いておったか。はい、すべてつつがなく。何のまねだ旦那。クソ、下手を打ったか。こいつらただの客じゃないぞ。おい、さっさと奴らを殺せ。まだ来るか、気をつけて。はあ、任せておけ。片付いたか。こやつらしっかりと騙されておったな。わしの悪党ぶりも板についたということか。お尋ね者のくせによくも躊躇なく兵士を叩きのめせるもんだ。まあこんな場所なら騒ぎにもならないか。お前いつから見ていた。じいさんの名演技あたりからね。しかし金に物を言わせて奴らの懐に飛び込むだなんて、下々の者には思いもつかない方法だよ。ダリミル宿場で配給されるはずのクリスタルが、フーゴの私兵どもからウォールードに横流しされていた。これがこの町の厄介事だったんだな。その通り。さすがに他国の兵士が相手となると、一介の民草には手が出せなくてさ。だけどこれで、町のみんなのクリスタルが戻ってくる。一旦町へ帰ろう。このクリスタルを運び出す段取りをつけねえと。そういや、まだあんたの名前を聞いてなかったな。
クライブだ。クライブ、それが二代目シドの仲、覚えておく。よし、仕事は片付いた。約束通り南門に手を回したぜ。とはいえ、バンペイどもはあんたらが暴いた身内の不祥事の後始末に向かっちまったからさ、残った連中が面倒を起こさないように甘い汁を吸わせておいたよ。なら、その費用にはわしの金を当てておけ。取引場所で奴らに渡した金を帰り際にちょろまかしておっただろう。ありゃ、バレてたのか。あと、じいさんではなくバイロン様と呼べ。感謝するよ、じいさん。こいつ、これを受け取ってほしい。そいつがあれば俺の仲間もあんたに手を貸す。ありがとう、ルボル。さて、うちのストラスで隠れ家に連絡してくれ。砂漠の耳ルジェナ・ダリミルがシドへの協力を再開したってね。オミア・ラステラン・トゥイサゲリス。これからもよろしくな、シド、いや、クライブ。俺はあんたを気に入った。こう呼ぶ方がしっくりくる。そろそろ南門を越えられるようになってるはずだ。世話になった。いいってことさ。気をつけてな。行きましょうか、おじさん。肉切りナイフなんてつく、まいったな。肉切りナイフなんて作ったことないのに。何か困りごとか。ええ、課題が難しくて。って、あなたはクライブさん。すみません、ぼーっとしちゃって。僕はサーバ、ルボル師匠のもとで鍛冶の修行をしています。実は師匠からある課題を言い渡されて困っていたんです。ダリミルならではの肉切りナイフを作ってみろというもので。ルボル師匠のことですから、ただのナイフでは認めてくれないでしょう。あのクライブさん、もしよければお願いがあるのですが。なんだ。肉切りナイフを作るのに力を貸してもらえませんか。わかった。ルボルは大切な協力者だ。その弟子の頼みというなら力になろう。よかった、助かります。それで何から手をつける。そうですね、ダリミルならではというのが大事だとは思うんです。ただこれまで肉切りナイフを一度も作ったことがなくて、どこから進めればよいのやら。悩むくらいなら実際に使う人に話を聞いたらどうだ。何か手がかりをつかめるかもしれないぞ。さすがはクライブさん、確かにそうですね。普段肉切りナイフを使ってる人たち、ダリミルで働く調理人や職人に話を聞けば。そうか、彼らが求めるものこそダリミルならでは。ダリミルの人たちが使いやすいナイフならば課題に応えられるかもしれません。早速話を聞いてまいりましょう。僕は宿屋の調理人を当たってみます。クライブさんは市場で話を聞いてもらえますか。いいだろう。それではよろしくお願いします。
仕事で使うとなると肉屋と狩人とか。話を聞いてみよう。フーゴ様のお城にも下ろしているよ。いらっしゃい。作る料理を教えてくれりゃいい肉を見つくろうよ。いや、少し聞きたいことがあるんだ。肉屋のあんたが肉切りナイフに求めているものは何かと思ってな。お前さん、鍛冶屋か何か。そんなところさ。肉切りナイフね。肉は部位によって硬さが違うのが厄介さ。肉屋としては筋だろうが赤身だろうがどんな部位でも切れる鋭さが欲しいね。鋭さか。ありがとう、参考にさせてもらうよ。割れない壺。このままじゃ私の、どうしたらよいのだ。この大浴場には私の人生がかかってるというのに。何かあったのか。すまん、今は取り込み中なのだ。話なら後に。待て、その姿、お前さんもしや傭兵か。だったら頼む、力を貸してくれ。話してみろ。大浴場の湯が急に熱湯に変わってしまったのだ。魔法で冷やそうにも追いつかない猛烈な暑さに。ここの湯は町の近くにある石灰棚から湧き出ているんだが、きっとそこで何かが起きているに違いない。私は客の対応に追われてこの場を動けん。どうか私に代わって調査してきてくれないか。俺が調べてこよう。ありがたい、引き受けてくれるか。湯が湧いている石灰棚は南門から出た先だ。このまま客を入れることができなければ大浴場が潰れてしまう。私の人生がかかっとるんだ。どうか頼んだぞ。こうやろうそくも見ろ、南門が開いておる。ルボルがうまくやったんでしょう。何か用か。狩りの支度で忙しいんだが。ナイフのことで少し話を聞きたくてな。どういうことだい。新しい肉切りナイフを作る参考にしたいんだが、狩人にとって理想のナイフはどんなものだ。そうだな、皮ごと肉を切れるような丈夫さがあると助かるよ。皮むき用のナイフはすぐ傷むし、使い分けるのも手間なんだ。なるほど、丈夫さか。勉強になったよ。いいナイフができたら買わせてくれ。肉切りナイフに求められるのはどうやら鋭さと丈夫さのようだな。よし、サーバーに伝えてやろう。よかった、間に合った。ルボル、どうした。どうにも気になっちまって。クライブ、これからどこへ向かう。ドレイクファングだ。居城にいるはずのフーゴクプカを撃つ。ああ、やっぱり。だったら伝えておきたいことがある。ドレイクファングには最近ウォールード軍が入り浸っているようだ。ダルメキアとウォールードは同盟国だし、宿場で奴らを見かける分にはいいさ。だけど国の要のマザークリスタルに他国の軍隊を入れてるのは普通じゃない。確かに妙だな。それにドレイクファングの様子を見に行った仲間が数日前から帰ってきてね。あそこで何かまずいことが起きてるんだよ。分かった、気をつけよう。もし行くなら人目につかない鉱山側に回り込め、資材置き場から潜り込めるはずだ。クライブ、俺は二度も指導を失いたくはねえぞ。ああ、そう簡単にやられはしない。フーゴを撃ってみせるさ。くれぐれも気をつけろよ。
この石灰棚を抜ければドレイクハングだ。気をつけて進むとしよう。門を無事通れてもこいつが動かねえんじゃな。なんだ、ありゃ。今のが最後。これで元通りになればいいが。来たな、傭兵よ。傭兵よ、戻ってきたか。お前さんが解決してくれたんだな。今しがた、湯が元に戻ったと報告があったよ。これなら、じきに大浴場を再開できるぞ。それはよかった。それで、原因は一体何だったんだ。ああ、実はな。なんと、魔物の影響だったのか。全身が火に包まれた魔物など聞いたこともない。
今後は気をつけねばならんな。何にせよ、私の大浴場を潰さずに済んだ。何もかもお前さんのおかげだよ。さて、これでどんどん客を呼び込めるぞ。今まで損した分までたっぷりと取り戻さねばな。壺に皿。じっくり焼かせたこだわりの天にも昇るいい客。風御様のお城にも下ろしてる銃。まあ、クライブさん、何か話を聞くことはできました？ああ、肉屋と狩人に話を聞いてみた。彼らが求めていたのは鋭さと丈夫さだ。なるほど、そうきましたか。僕が向かった宿屋の調理人によれば、求めているのは軽さだそうです。なんでも一日中ナイフを使うために重いと腕が痛むんだとか。つまり鋭さと丈夫さに加え軽さも満たせばいいわけか。それを実現できれば使いやすいナイフになるだろうが、全てを兼ね備えたナイフなんてそうはお目にかかれない代物だ。肉切りナイフを作ったこともないお前にルボルがそんな難題を出すだろうか。あのルボル師匠のことですからね。きっとあえて難しい課題を出しているのでしょう。そうかもしれないが、鋭さと丈夫さについては鉄を鍛えて研ぎ澄ませればなんとかなるかもしれません。となると一番の問題は軽さですね。鉄ではどうしても重くなる。素材から考え直すしかないな。誰か詳しいものを知らないか。確か師匠が贔屓にしている行商人が鉱石について詳しかったはず。彼女なら今はベルクロイ砂漠の遺跡のあたりで旅人相手に店を開いていると思います。相談してみましょう。店を畳む前に急がないと。頼んだぞ。行け。おい、ロザリアの件聞いたか？フーゴ様が城を攻めたらしいな。どうだ、サーバー、いい素材はありそうか？いえ、やっぱり難しいようですね。あるにはあるって言ってるだろ。3つの条件を全て叶える素材がね。アダマンタイトという鉱石さ。だけど、あれはとても高価で、ここしばらくはお隣の灰の大陸でも取れてない。そう簡単に使えるもんじゃないってだけだ。一体どうすれば。ダリミルならでは。ダリミルか。あんた、この近くで手に入るものでいい素材を知らないか？どういうことです？俺にはどうしてもルボルがそこまでの難題を出すとは思えない。だからダリミルならではという課題をダリミルで作りやすいと捉えてみたんだ。そういうことなら石灰を使ってみるのはどうだい？石灰は鉄の不純物を取り除く。そうすりゃいくらか質の高い鉄を作れるはず。ダリミルなら取りやすいだろうし、材料も安価で済む。石灰、その手がありましたか。ぜひ
詳しいやり方を教えてください。いつもひいきにしてくれてるからね、それくらいなら構わないよ。僕はここで石灰の使い方を教わります。クライブさん、そこでお願いがあるのですが。お前が話を聞いている間に石灰を取ってきてほしいんだろ。いいさ、最後まで付き合ってやる。感謝します、クライブさん。ダリミルのすぐ近くに石灰棚があります。そこでたくさん取れるかと。わかった、集め終えたら店まで持っていこう。それではよろしくお願いします。なるほど。力を借りるぞ。敵だ。
してるんだぞ。しばらく酒場が使えないなんて。クリスタル横流しの噂。フーゴ様のお城に天にも昇るいい香り。もっちもちのパン。ベーコン込めた一品だよ。割れない壺。釣り道路はいかが。そろそろ町を出ましょう。石灰はこれくらいで十分か。サーバに渡してやろう。サーバ、石灰を取ってきたぞ。渡しておこう。ありがとうございます、クライブさん。僕の方もしっかりと使い方を教わってきました。早速石灰を使った鉄でナイフを作ってみます。できました。渾身の肉切りナイフです。上出来じゃないか。ルボル師匠に認めていただけると良いのですが。どうだサーバー、ダリミルならではの肉切りナイフは。あ、ルボル師匠、それっぽく打てたようだが。どれ、ちょっと見せてみろ。なるほど、調理人や職人の理想を全て兼ね備えたナイフを目指したか。わかりますか師匠、それでどうでしょうか。そうだな、うん、鋭さも丈夫さもまだまだ甘い。それに軽さがなっちゃいねえ。これじゃ重すぎて軽さを求める調理人どころか他の連中も音を上げちまう。あとはダリミルの石灰、目の付けどころは悪くない。ただもう一手間必要だな。不純物を取り除くだけではダメでしたか。どこの誰に入れ知恵されたかは知らねえが、それに気づけたのはよしとしてやろう。ところでサーバー、お前ならそいつをいくらで売る。課題のために作ったとはいえかなりの手間がかかりました。いくらにするかすぐには思いつきませんが、店に出すとしたらそれ相応の値段になるかと。それじゃ売れない。なんせ普段使いのナイフなんだ。安価で作れなきゃ意味がないぜ。この町で作ってこの町で売れるもの、それがダリミルならではの真意さ。俺たちは職人であり商売人でもあるんだから。はい師匠。まあ今回はギリギリ合格ってことにしてやる。実際初めてにしてはなかなかの出来だ。火事場に立ったらしっかりと腕を磨け。ありがとうございます。ちなみに師匠、すべてを兼ね備えた肉切りナイフを師匠ならどう作るんですか。そんな面倒なものを特注でもされない限りは作らねえよ。鋭いナイフを作って肉屋に売る、丈夫なナイフを作って狩人に売る、軽いナイフを作って調理人に売る。これで
みんな幸せだ。師匠にはかなわないや。なんとかなったな、サーバ。クライブさん、なんとか師匠にも認めてもらえたみたいで、これもクライブさんが力を貸してくれたおかげです。本当にありがとうございました。ルボルもああ言ってる。これからも頑張ってくれ。はい、鍛冶師として一人前になる日まで頑張ります。